中川翔子です。しずさん、結婚おめでとうございます。やったー、すごい、もう本当に嬉しい。いろんなさ、このニュース、世の中で令和って大変じゃないですか。でもさ、しずさんのご結婚のニュースが本当に嬉しい。もう令和になって嬉しいことといえば、もうしずさんの結婚とワールドカップの日本の頑張りぐらいじゃない？もうなんかさ、正直私さ、独身だからさ、芸能人のさ、例えば結婚しましたとかのニュースでさ、ちょっとさ、わあすごいな、みんな仕事しながらちゃんとうまいことやってんだなみたいな、なんかちょっとガーンってあるわけよ。まあでも人は人だし気にしないでおこうみたいなのあるけどさ、若干ある。でもさ、しずさんと私20代の時から弾丸トラベラーっていう番組だったりで一緒にいっぱい海外に行ったり、あとはジョジョの奇妙な冒険についてで仲良くなったりで、本当にプライベートでもすごく仲良くさせていただいてきて、本当になんか親戚が結婚したみたいな気持ちで嬉しい嬉しい、ハートフル、ハッピー 100% の気持ちでほっこり嬉しくしてくださって、なんかもう本当におめでとうございます。よかった。しかもなんか婚約の同意書に山さんが反抗したのもなんかもうとてもハッピーで、あの日にしょこたんこのあと結婚することになったのをラジオで発表するんだけど、だからまだ内緒なんだけど、山ちゃんにはマジでまだ知らせてないねんっていうラインが来て、山さん本当に最後に多分知ったと思うんですけど、でもなんかもう嬉しいですね。教えてくれたのも嬉しいけど、なんと翌日のヤフーニュース、やっぱりしずさんの結婚一色だったんですけど、しょこたんがタロットで的中させたって出てて、そうなんですよ、私タロットで当ててたんですよ、結婚を。え、結婚をタロットをちょっと趣味でちょこちょこやってたんですよね。これ可愛くない？このホワイトキャッツっていう猫のタロットなの。だからさ、怖くないんですよあんまり。でもゲッターズ飯田さんにタロットやる女なんてモテないからやめろとか言われていや占い師のあなたになんてこと言われるのと思って、でもこれ可愛いし、たまにやってたんですよ。トランプとヒラリーどっちが当選するかみたいな時とか、二択でトランプって出てたのよ。当てたことあったのよ、こっそり。実はほらめっちゃ可愛くないですか、これ玉座に座ってるエンペラーのカードなんだけど、ここのところもメポみたいになってるの、可愛いね。そうだから怖いカードとかであってもなんかそうじゃなくって、こうするともっといいかもみたいな、ハッピーになるようなタロットできる人になりたいなと思って、それで多分ね、なんかニュースになっててびっくりしたんですけど、なんか貧乏のカードが出てるみたいな、貧乏な人が近くにいるみたいな、すっごい失礼なこと言ってたと思うんですよ。でも私なんかそれ分かってなかったんです、その時のしずさんのなんか人生を占ってみたいに言われたと思うんですよね、確か全体運、しずさんについて。でなんか近くにいる人のところの場所に出たのが貧乏のカード、なんか寒い中で凍えそうになってるみたいなカード、これだと思うんですよね、ペンタクルの5ほら凍えてるじゃないですか。こういう人が周りにいるかもしれないけど、こういう人を助けてあげたりとかするとしずさんもより良くなると思うんですよねって言ったのは覚えてて、なんとその人と付き合ってた。でその後ね、春ぐらいにお家に遊びに来てくれたんですよ、しずさんとエイタソとファイルズアイちゃんと鍋会かなをやったんですけど、焼肉やったのか、たらしょこたんタロット当たったんよって言ってくれて、えー何と思ったら、貧乏な人がいるって言ったでしょって、その人のことめっちゃ好きやねんって、えー当たった、おめでとうみたいなのもあったので、まさかその当時はまだ付き合ってなかった、付き合ってたんじゃないですかね。あ、それを中さんが当てちゃったと。当てました、分かってました、結婚するっていうことを。えすげえ、予言者ショコタンがすごくない？いやでも本当に優しそうなね、素敵な方が。だってさ、なんかニュース見て感動した言葉があって、山里さんがさ、じゃあしずちゃんのアタックに観念しちゃったんですかみたいなこと言ったら、その旦那さんが、いや観念する頃にはもう好きになってましたって、キャーキャー、おめでとうございます。いやもうなんかもうなんてほっこりするカップルなの、すごい。ってことは私タロットの才能あるんちゃう？中さん、ちなみに、まあ、しずさんのその結婚を当てたということで、ちょっと身近にいる橋向かいマネージャーのちょっと恋愛を占ってみましょうよ。あ、いいですか？恋愛をちょっと見てほしいです、ね、彼女欲しいんだよね。そうですね。じゃあ中川先生、はい、早速今回の依頼者橋向かいゆうきくんをお願いします。橋向かいゆうきさん、はい、橋向かいさんは、はい、今は独身でいらっしゃる。はいはい。で彼女がいません。いません。はい。欲しい気持ちですね。そうです。じゃあ橋向井さん。はい。じゃあその自分の恋愛のことを考えながら、はい、両手で時計回りにシャッフルしてください。はい、もうハッシーの念がこもった方がいいでしょうか。で
なんかファンの方も占ってあげたことあって、1回貪欲会のなんかプレゼントとして、そしたら恋愛運いいよって言ったら結婚決まったみたいな人いたよ。他にも、中野の母爆誕。うわー緊張する。高1の時から彼女ないんですよ。あ、そこまで聞いてないけどめっちゃ振られましたけど。そのこと考えながら3つに分けてください。では置いたのと違う風に1つにまとめてください。はい、どっちが上だと思います？こっちが上で。わかりました。では橋向井優希さんの恋愛運について占わせていただきたいと思います。お願いします。なるほどね。へえ。何どっちですか？じゃあケルト十字スプレッドという形で占わせていただいたんですけれども、まず現在の状況、ハッシーの現在の心の気持ちがワンドの1っていうのの逆位置が出ました。で正位置だとしたらワクワクみたいな、あーにゃワクワクみたいのあるじゃん、はいはい、その感じなんですけど、なんか自己肯定感めっちゃ低くない？自信持ってよ、もっと。あーすごい、大丈夫で、ハッシー頭いいしさ、気に利くじゃん、でちゃんとできるじゃん、本当にマジですごい素晴らしいマネージャーさんなんですけど、なんかさ男としての自分にさちょっとさ自信がない感じあるなと思ったんですけど、どうですか？高木さんにも同じこと言われました。うわぁ怖いっすね。で今のこれね、上に現在の気持ちの上での障害でこっちが上なんですけど、あーもうやだー、この今のねネガティブじゃん、そもそも自己肯定感低いのの上の障害が不安とか押し流されるとか自信がないとか、なんでネガティブな、マジやめろ本当に。私も自己肯定感マジで低いし、なんか人と話しててもつい自虐がはかどっちゃってたんですよ。なんかもうおばさんらしさとかさ、最高齢だしさみたいな、そういうさ自虐って言霊が発動すると思うの、日本語って。別に私スピリチュアルじゃないし無宗教だよ、でもさなんか本当に良くないと思うの。だったらなんかワールドカップからも教わったけど、ポジティブな言葉使った方がいいと思うの、汚い言葉よりも。だから気をつけるようになったの。でも20周年までかかったの、それが。今年できれば自己肯定感上げたいっていうことと、だから陽キャ化計画頑張ってたんですよ。今日ちょうど橋向かいに仕事のことでこうちょっとねあのできてないことがあって不安でとか、あ、怖っ、まさに今日その話をしたばかりだった。ちょっとマジで怖い。え、そうだよ、なんか消化不良とか、マジで怖い、消化不良とか低い方へ流されるとか、久々に橋向かいにお叱りをした日だったんで、今日他人への拒絶反応って出てます。高木が邪魔してる。高木のせいで今自己肯定感がぺちゃんになりました。この場所見ていただきたいんですけど、これからこうなるぞみたいなカードが出てほしいはずなんだけど、絵がもう絶望。これさ、私が言うまでもないっていうかさ、ベッドの上で頭抱えてますよ。苦悶、思い悩む、募る後悔、閉塞した状況、大切なことを後から気づく。まあでもさ、今日怒られて、はい、もっとこうすればよかったの、次は気をつけようくらいに思ってるってこと。はい。あ、じゃあそういうことですよね。おー、これから気をつけようって思ってるカードだと思うんだよね。あー、もうあーやっちまったな、だけど、はい、ね、おーすげー、そう、なるほどなるほど。今のこっからは気をつけようのカードだから、これからの中野の母すげー、いやすごい救われました今。繋がってるんですよ、意味が。寝る前にこんなんなったら悪夢見るじゃないですか。そんなのさ切り替えればいいんだよ、だって。あー、問題の原因っていう場所に出たカードがワンドの逆位置なんですよ。精神的疲弊、泥沼か、足止めを食る、焦ってイライラする。何それ、胃薬飲みな。胃薬飲みます。だからのアドバイス。いや、こんなに長く生きてるとさ、若い子がこんなになってんのさ、もったいないと思うわけよ。中野の近い未来のカードまでなんか逆位置出てて、え、ねえ、もういい加減にしてくれる。ネガティブいい加減にしてくれる。ちょっと先のこと時もね、今日言ったから変わると思うけど、断念と挫折、先が見えない不安、問題が長引く疲弊みたいな、なんかあれどうしようかなとか、なんかなんでああしなかったんだろうとか、なんかそういうこと思い出してばっかりいるのよ。はい、やめな。やめます。でも中さん、これでもこれやめるイコール中川翔吾のマネージャーやめるってことになっちゃうんですよ。なんで私が問題なのよ。なんで私が原因なのよ。なんで橋向かいの悩みで仕事の悩みですから基本。そうですね。でも私恋愛について占ってるのに仕事のことばっかで悩み職なの。で仕事でもキラキラしてる男がモテると思うよ。だから
いい仕事を取ってきて、いい仕事をして、で私のことも売り、そうするとハッシーにも自信がつき結果持てるみたいなことになるから、仕事頑張れではあるけど、なんか過去のことってさ、過去のことなのよ、過去のことってさ、過去のことなのよ。悟空がよく言うんですよ、まあいっかって。まあいっかになってください。いやマジで怖い、これ全部捨てます、木の棒。そうそうそう、でむしろいい木の棒を拾ってくる男になんな。はい。これですね、周囲の状況ですごいカードが出ましたね、うん、なんとラバーのカード出ました、恋人のカード、うん、周囲の状況っていうことで、多分さ、これ周りから見てもえ、いいやんみたいなカードなので、ちなみに言うと、しずさんが結婚されたじゃないですか、貧乏のカードここに出たんですよ。で周囲にそういう人がいるから大事にしてねみたいな言ったじゃないですか、つまりラバーが、候補が周囲にいるよっていうカードですね。これ言っていいですか、恋人候補が今、身近な人のどこかにいるよということ、いる、出てきたっていうことなんじゃないかなと思うんですよね、私としては。走るかい、中川さん独身だぞ。やめろやめろ、絶対ない。おすすめじゃないんですか。たまにさ、タレントの人がさ、マネージャーと結婚するとかあるじゃん。あります。マジありえんと思う。一番さ、なんかいるじゃん近くに、だからさ、んだよって思うこともあるわけよ。ハッシーには別に思わないけど、それでむちゃくちゃ喧嘩してるわけですよ、高木さんと。すごいなと思うんですよ、なんかそういう人って。はい、結果の総括として、ハッシーはなんか必要以上に引きずったり思い込んだりネガティブにならないで、いつか出世するっていうのは確定してるので、で真面目で誠実なんです。だから穏やかな心を保って、それは仕事でも恋愛でもそうなんですけど、なんか彼女候補がちゃんと浮かび上がってきてるので、穏やかに相手のことを思って優しく切り替えられる心を持って進んでいけば大丈夫です。つまり彼女が近い未来できるかもしれません。おってこと。中野の母すげー。いやーちょっとありがとうございます。どうですか、頑張ります。心当たりありましたか。心当たりしかないですね、もうここら辺は。え、すごくない。すごい。いや何も聞いてないですよ、別に。これなしでやれるようになりたいの。はい、ということでタロット占ってみたんですけれども、しずさん結婚本当におめでとうございます。そうだ、その回だった。そうなんですよ。そう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 、やっぱりみんなに幸せになってほしいっていう気持ちが本当に心からあるので、ハッシーにも幸せになってほしいので、こういう風に読ませていただきました。タロットできる人が見たらどういう結果だったのかなと思うんですけど、でも最終的にこれが出てるのすごくいいことだと思うし、こっち側の列がすごくいいので大丈夫です、大丈夫ですっていう風な結果を伝えられるタロットやりたいので、これからもっと勉強してみようかなと思うので、もし私にタロット占ってほしいなっていう方はぜひご連絡をください。はい、なんか芸能人の人とか占ってみたいですね、コラボで。中野の母としてこれからも精進したいと思います。はい、ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。またね、みんなネガティブやめようね。高木さん感じですか。いいっすね。おお、マジ。最終結果もう言っちゃうけど、もうなんかこれ見なくても大丈夫だって感じ。もう金貨の王様になってるから、めちゃめちゃすごいことになりますよ。おお、めちゃくちゃ王様になる。でかい金貨持って玉座で足組んでるからね。渡辺の取締役いけるんじゃないですか。でもそういうカードなんですね。そういうカードだと思いますよ。ちゃんと見るけど、金貨の当たりますからね。